この動画を最後まで見て、新曲に備えよう。備えあれば憂いなし。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。紅茶はミルクティーハッピーです。こんにちは。あ、ミルクティーもあったね。ミルクティーが一番好き、うん、ミルクティーは邪道。邪道ストレート派だから。まあ、ストレートもまあいいよね、美味しい、うん、まあ、全体的に好きなんだけど、うん、まあ、今日はそんなあの午後の紅茶、紅茶といえばの午後の紅茶の CM のタイアップに、ヒゲダンの新曲 B サイドブルースという曲がまあタイアップされたということで、今日はね、まだちょっと CM のバックで流れてる、まあ分析しづらいんですけど、なんとかそこから頑張って分析しようと思うので。お、やれんのドラム。今日は頑張ってやっていきます。おーい。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズム B サイドブルースの曲分析とか、早速レッツゴー。じゃあまず今回ポイントが2つあります。はい、まず1つ目がハイセンスなサウンドメイク。ハイセンスサウンドメイク。ハイセンスサウンドメイク。そう、なんかヒゲダンってさ、うん、こう古くて新しいっていうイメージがあって、うん、ある。サウンドでさ、うん、結構ヴィンテージ系のサウンドとか使ってくることが多いと思ってて、うんうん、ただアレンジとか演奏とかはすごい最新をいってる。ああ、そういう使い方をしてきてると思ってて、で今回のこの B サイドブルースもそんな感じじゃないか。まあ、このサウンドが、まあ、ドラムのサウンドなんやけど、あの、まあ、デッドサウンドって呼ばれる生き生きとした張りのある音っていうんじゃなくて、ちょっとまあそのヴィンテージ感のあるちょっと何やろ、緩い音、そう、枯れた音みたいな感じのサウンドが使われてるんだけど、ちょっと一回聞いてみようか、どんな感じのとか。デッドサウンド。デッドサウンド。じゃあ一回そのデッドサウンドを聞いてみましょう。はい。いや、なんか違うね。そう、あの、全然。やっぱメインのスネアが一番わかりやすいんやけど、すごくね、あの、パーンじゃなくて、もうなんか、ボスっていう感じ。うん。そう。ちょっと緩めの革の張り方で、あんまりそう、サスティーン、伸ばさないような、ちょっと本当に古い感じのボスっていう音をメインに使ってて、ただ、このバックの雰囲気とか、その音色であったり、ノリみたいな感じのを、この古い音ですごい、おしゃれに使い切ってる、仕上げてるっていうのがこのヒゲダンのすごいセンスの良さやなって思う。インスタでレトロが流行ってるみたいな感じだ。そうね、まるで目黒蓮さんが浴衣を着てるような。どういう話。最新の人が昔の衣装着ても似合う。そういうことか。絶対似合うよな。確かに。ずるいな、そういう雰囲気。ずるいな。うん、かっこいいわそれは。何これが大事なポイント。瞑想してるポイントで、じゃあ次2つ目、はい、2つ目が意外と難しいスローブルース。スローブルースなんだこれ。スロー、そう、まあゆっくりめなテンポなんやけど、うん、まあ、これ意外と難しいのが、うん、これ楽器やってる人分かると思うんやけど、うん、テンポって速い方が、まあ、割と弾きやすかったりする。ごまかせるとかなのかな、なんだろう。そう、ノリとか勢いでいけちゃったりする。まあその、多少ミスっても人間の耳では聞き取りづらいっていうところがあるんやけど、うん、ゆっくりやったらその違いがもろに出るねんな。で、このスローブルースも、実はこう、跳ねてて、そう、あの、EV じゃないかな。タッ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 っていう跳ね方をしてるのに、このゆっくりさやから余計難しいか。跳ねはゆっくり、めっちゃ難しそう。めちゃめちゃ難しい。ちょっとでもずれると、ちょっと間延びした感じになったり、逆に言い分によってしまったりっていう、うん、まあ、この、まだ1番しか流れてへんけど、の中でも、まあ、ちょっと後半ドラムが鳴ってる部分があって、うん、そこでもしっかりとこう、独特のこのゆっくりなノリをしっかり出してる松浦さんの演奏があるから、そこをもうちゃんとこうフル尺が出た時にいい感じのノリを出してきてくれると思うから、そこも注目してるんだけど、まあこれあのドラムだけじゃなくて、やっぱり歌とかギターもベースも全部の楽器がこのノリをいい感じに合わせないと、リラックス、このチルい感じは出えへんと思うから、
ライブ難しそうだよな、こんなん。めちゃめちゃ難しいと思う。すごい心拍数上がってる中で、このアドレナリン出しながらこのゆっくりな曲を出すのかみんなでしか声援を合わせないと。そうだ、もしかしたら、うん、演奏するっていう面においては、あの新アルバムのビジョイスの中の中、うん、あの曲の中で、うん、ワンチャン最難関になる可能性はある、ゆっくりなブルースっていうだけで、うん、うん、まあ、他にももしかしたらね、こう前々から予想してたメタル調の曲が出るんじゃないかとか、違う意味であるけど、そうそう、違う意味でむずいみたいな、まあ、その辺も全部含めて、うん、まあ、新曲新アルバムを楽しみにしましょう。はいはいはい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズム B サイドブルースの曲分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、今回のコメントテーマは午後の紅茶で何が一番好きですかと。あー、いいね。なんか美味しい無糖でしょ。美味しい無糖、ミルクティーです、うん、はい、どうも。見たことないなんで、うん、俺はあんまり飲まない飲もう、正直飲まない、まあ、たことないこれでもこれを機にね、そう、やっぱ夏といえばね、午後ティーですから。そうそう、はい、やっぱ、でもすごい意味あるんだなって思ったら、まあ、午後の紅茶をさ、例えば飲まないとか知ら、うん、あんま知らないだったらさ、うん、ヒゲダンをタイアップしました、うん、で分析します、うん、めっちゃ見たよ、人生で一番見たこんな CM ってぐらい何回も見てるから、ちょっとここってやったら今度買うかもしれないので。そうね、なんかそう、種類も結構あるし、無糖もなんかレモンとかもあるし、うん、そう、ぜひ皆さんこれが一番好きですっていうのを書いてみてください。はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。やっとちょっと治ってきた。あ、喉。うん。あの、流行に遅れた？流行に何年遅れた ？3 年、4年ぐらい遅れた。もっと遅れてる。なんだっけ、COVID-19。COVID-19。そう、普通に風邪ひいたわって思って、そしたら3日間ぐらい熱が下がらなくてさ、さすがに病院行こうって言ったら、うん、コロナですって思って。このタイミングでマジで。まあでも流行ってはいるのか、まだ。いや、わからん。たださ、その。今流行ってる人聞くよね、でも。あ、そうなの。関節が痛かったからさ、うん、インフルエンザかなと思ってんか。うん、で、病院行った時に、なんか検査項目にコロナとインフルがあって、うん、で、じゃあコロナ検査しますねぐらいの勢いで来たからさ、うん、え、インフルは大丈夫なんですかって聞いたら、あ、インフル今流行ってないんで、と。やっぱコロナは流行ってんだ。え、あれやれた？初めての綿棒ツッコミ。もう何回もやられてるわけ。あ、何回もやってんだ。そう、もうどうぞ意外と奥まで行く。意外と奥まで行く。息を寄ってやったら、うん、何、え、陽性ですってなったの。あ、そうえって思ったこのタイミングで。そう、なんかどうだった感想。普通の風邪やっただみんなに LINE 送って、うん、コロナだったわ、めっちゃヒャッホーみたいなそしたらリーダーがちょっとディスられてたし、あれもうぜひぜひ公開したい、さらし上げたい。あれ体調悪い人に向かって急に急に全く関係ないリストを出たからそう、ちゃんと悪口言ってたのあれ全くおもろかったな。何でもかんでも流行り遅いもんなおすすめしてくるドラマとかも面白いあれすごい確かにちょっと確かにって思っちゃったじゃあ俺待ってね皆さん、やばい、さん悪くなる悪くなる、なのでちょっと皆さん、コロナまだまだ流行ってるんでお気をつけて。